停車します。15時54分発です。このまま440号長屋駅、まもなく発車いたします。10席1号車から7号車と、11号車から16号車です。中ほど8号車、9号車、10号車はグリーン車の指定席です。東海道新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。小玉445名古屋駅です。10席1号車から7号車と11号車から16号車です。中ほど8号車、9号車、10号車はグリーン車の指定席です。ただいま1号車、2号車の10席空いている席が多数ございます。10席の切符をお持ちのお客様、分かれてのご乗車、ご協力お願いいたします。1号車、2号車は10席、空いてるお席がまだございますので、こちらも合わせてご利用ください。次の京都には16時9分、米原16時29分、湯布橋は16時46分、終点の名古屋には17時2分頃の到着を予定しております。この電車の運転士は JR 東海の神田です。車掌は高田、鵜飼が終点の名古屋までご案内いたします。
この電車はこのまま445名古屋駅です。終点の名古屋まで各駅で止まります。10席1号車から7号車と11号車から16号車です。中ほど8号車、9号車、10号車はグリーン車の指定席です。グリーン車をご利用の際はグリーン券が必要となります。あらかじめご了承ください。